語り場チャンネル。はい、こんにちは、語り場チャンネルです、今週のヤクルトということで、ついにシーズン終了と、なりました、最後3試合ですね、神宮2試合と松田1試合、全部広島戦ということで3試合行われたんで、まあそこら辺をね振り返っていこうかなと思ってます。まず10月2日水曜日神宮ですね、こちらが、青木さんの引退試合という形になっております。結果としては5対3で、見事青木さんにね最後勝利を届けて引退してもらったという形になりました。先発はケケがね、6回、1安打無失点と、かなり素晴らしい投球をしてくれましたね。もう下手すりゃ青木さんの、守備機会なくすんじゃねえかぐらい、かなりのナイピーで、全然センターにね球が飛ばなかったんで、ちょっと心配したんですけど、まあまあ後々ね7回以降で、守備機会はあったんで、まあそれは良かったのかなと思います。で相手ピッチャーが床田くんですね、ずっと苦手にしてた床田くん、なぜか、ここ3回連続で、5失点と非常になぜか 最後の最後で防御率をガクンと下げてしまったという形ですね。床田くん2回5失点ということで、これで床田くんの防御率が一気に上がっちゃって、まあ、チーム別で見たらなぜかヤクルトだけ防御率4になっちゃったという形ですね。本当に青木ブーストがかかってから床田くんがボコボコに打たれるという形がずっと続いてたんで、まあ不運だったのかなとは思いますけどね。まあしょうがないですね。あとまあ青木さんの引退試合ということで、この日は全員が、23番をつけるというね、まあよくメジャーリーグではある光景なんですけど、まあ日本ではそんなないですよね。珍しいですよね。で、青木さんが1番センター、まあメジャー行く前の定位置ですよね。1番センター青木と、いうのがコールされて、すごい、はしゃいでた青木さんがねちょっと可愛かったですよね。まあピッチャーは、あとカツオさんがねサイスニードと、リリーフ登板してたんでね、まあこれもカツオさんとサイスニードが、青木さんをちょっと、送り出したいということで多分話をしたんじゃないかなとはまあ勝手に思ってますけど、まあ青木さんとはねおじさんコンビでずっとカツオさんがね、やってたんでね、まあほぼ同世代だった2人が一緒にいるのがこれで見れなくなるということでね、最後ちょっと固く握手しながらねマウンド降りてくる姿を見てねちょっとグッと来てしまいましたね。で打線の方に関しては、まあ青木さん、引退試合なのに、見事にマルチ安打、4打数2安打ですね。2打席目でレフトに綺麗なもうザ・青木という感じの流し打ちね、見事でしたね。で、最終打席、プロ最終打席はライト線にね、強く引っ張ったツーベースヒットということで、見事な、まあ、青木さんらしい、ヒットを2つ打って有終の美を飾ったっていう形ですね。本当に引退発表してから、まあ、一軍に再登録して、打率は5割ということで、めちゃくちゃ打ちまくってるんで、本当に引退しないでよってみんなで思ったと思いますけどね。まあまあでもそれでも、まあ、青木さん的には、自分が求めるポテンシャルを発揮できないということで綺麗なうちに引退しようっていうのが多分あったんじゃないですかね。非常に悲しいですけど、まあでも辞める選手としてはかなり理想的な終わり方ですよね。まあ、漫画で言うと、打ち切られる前に、自分から見事な最後を決めて最終回描いたみたいな形なんで、本当に、この試合はもう青木さんのためだけの、引退試合試合でしたよね。まあ、プレートも、まあ、入場口で配られて本当にみんなが青木さんのプレートね、掲げてましたし、いや始球式もね息子さんが、始球式務めて、でキャッチャーは青木さんがやってバッターが宗と
ということで、もう本当にもうスタートからね、もう青木さんのためだけの、一つの試合だったのかなっていうのを感じましたね。まあ、打線の方に関しては、まあ、初回にオスナが、タイムリー、2回には、ミンゴがね、青木さんが塁にいる状態でスリーラン打って、そのまま青木さんを最後の、得点踏ませたという形ですね。で、まあ、結果的にこれで青木さんの得点数、総得点数ですね、今までの過去のが、歴代1位に並んだのかな、なんか若松さんに並んだとかなんとか、そんなニュースがチロッと書いてあったような気がしますけど、なんかそんな感じですかね。まあ、最後の最後にまた一つね、伝説を作ったという形でしたね。試合は勝ってね、見事に終わって、その後のセレモニーですね。いやー、やっぱ泣いちゃいますよね。もう一人で酒飲みながら中継見てましたけど、いやー、もう涙涙ですよ、見てて。まずはメッセージがね、まあモニターに映されて、まあ高校時代のね恩師監督が映って、その後早稲田でね同期だった鳥谷選手、チームメイトだったマクガフ、これびっくりしましたね。で、その後バレンティン、いやーめっちゃびっくりしましたね。ココちゃん、ここでメッセージ送るんだっつって。で、その後ダルビッシュ有さんですね。はい、もうメジャー行ってるダルさんが、まあ青木さんとね、まあ家族ぐるみで交流あるということで、まあ仲がいいからメッセージ送ったみたいな形らしいですね。その後は、花束を送るので、まあ早稲田大学時代の監督がちょっと足悪くしてね、ちょっと付き添いの人に補助されながら花を渡す姿を見ながらね、いや青木さんがちょっとね涙流すのちょっと我慢してた感じあったんですけど、やっぱそこのね早稲田の元監督の人を見てもう思わず涙がもう溢れ出てしまいましたね。もうあれ見て本当に号泣ですよ、おっさんも。泣いちゃうよね。その後、まあ、岩隈選手、まあ、マリナーズ時代チームメイトだったということで、まあ、同世代の、ね、岩隈くんと、早稲田大学の監督が花束を贈呈と、その後、サプライズで、ね、イチローさんのメッセージね、バーン映って、いやー、まさにイチロー節というかね、なんすかね、やっぱ、イチローにしか言えないコメントみたいな感じですよね。だ特に、その、青木さんの最大の褒め言葉として、まあ、同じ時期に同じところでヒットをね量産する2人の選手がいたら、まあ、どっちが多く打ったかなと想像させるぐらいの、すごい選手だったと、もう本当に最大の、褒め言葉をね一郎節で伝えてたのがねグッときましたね。で最後、ビシッと決めろよと言っての青木さんの、最後のね挨拶というので、まあやっぱね泣いちゃいますね。やっぱあの泣かないでってこのファンが言ったのに対して泣きますよと、21年もやったんだからと。で、まあ泣きながらもちょっとみんなが笑顔になる、まあ、青木さんらしいね最後の挨拶だったのかなという形ですね。非常にもう見ててなんかグッときましたねこの日は。いやもうこれだけは本当に永久保存版ですよね、録画したやつ。もう BS も CS も両方録画しましたからね。これしっかり、定期的に見てね、ちょっと泣きたいかなと思います。ね、まあ野球をね、今後も青木さん関わっていくと思うんで、で、まあ球団としてはなんかもう本当に特別なポストを新しく新設するみたいなのも、視野に今、考えてるみたいなニュースもあったんでね。まあ、今まだ今後が決まってないですけど、まあ、後々ヤクルトに関わってねいろいろやってくれるんだろうなと。まあいつかね青木さんが監督する日が、まあ、多分普通に来るんだろうなとは思ってますけど、いやその時にね現役でカツオさんが投げてたらマジウケますよね。まあまあ、下手すりゃ本当に投げてそうなんですごいよなとは思いますけど、なんでまあねこの日は本当に青木さん一色のね試合でしたね。最後広島のファンの方もほぼ残ってましたもんね。それだけ、まあ、他球団のファンからも、尊敬されるリスペクトされてる
青木さん、本当に21年間お疲れ様でした。はい、そんなすごい試合があった次の日に孝太郎の引退試合があると、完全にもう雰囲気的にはね、なんかおまけな感じしちゃいましたけどね。それでもまあ孝太郎もヤクルトで9年間頑張ってるんでね、しっかり引退試合ということで、この日は孝太郎もね一応スタメンでフル出場したという形でしたね。まあやっぱそこら辺は高さないですよね。で、10月3日木曜日神宮、2対5で、まあ、試合は負けてしまったという形でしたね。ピッチャー先発吉村君8回1失点、122球の、ね、熱投でしたね。いや素晴らしい投球でね、2桁勝利狙って頑張ったんですけどね、どうも打線が元気ないと、うん。でまあ、前の日オスナタンが、ね、自打球で足骨折しちゃったってことでね、この日はオスナタンを欠く状態でスタメン組みましたし、ちょっとね打線がいまいち元気なかったかなという形ですね。相手ピッチャーは大瀬良君4回1失点という形で、まあ、1対1の状態で9回まで行ったんでね、いやどうなるかなと思ったんですけど、まさかの9回にロドリゲスが4失点、今季初黒星ついてしまいました。まあ、しょうがないけどね、いつかは打たれますけど、うん、まあ、でも初黒星ですからね。それでも本当に今シーズンはロドリゲスすごい頑張ってくれました。4失点したけど防御率 1.8 ですからね、まあ、来年に期待ですね。勝ちパターンとしてね、定着してほしいですよね。打線としてはムーチョがタイムリー打って、でテッドが9回にね14号ソロホームラン打ってね、反撃ののろし上げたんですけど、まあ、それまでで終了と。でテッドに関しては299号ですね、通算ね、あと1本で300だったんですけど、まあ、それは来年に持ち越しですね。ということで、まあ、孝太郎もね、この日マルチ安打ということで、非常に素晴らしかったですよね。で引退の挨拶もね、高津さんに愛のある挨拶をしてもらったんでね、なんですかね、やっぱ孝太郎らしいですね。あまり涙というよりはもう本当に笑いを取りつつ、まあ、みんなでね笑顔で、送り出すような感じの引退試合だったんでね、非常に孝太郎らしいなと思います。で孝太郎に関しても、まあ、球団がねなんかポスト用意したいみたいな話だったんで、まあ個人的にはね、ダブル候補やってほしいなとはちょっと思うんですけどね。まあどういう形で関わるのか分かりませんけど、まあ孝太郎も9年間本当にお疲れ様でした。まあ、今後もヤクルトのためにね、いろいろやってほしいかなと思います。で、10月5日ですね、シーズン最終戦土曜日マツダスタジアム、3対1で負けたという形ですね。結局青木さん引退するまで6連勝で来てたんですけど、これで、青木さん引退した瞬間に2連敗して終了と。ちょっとね青木ブーストが見事に切れた瞬間でした。またサンタナも、なんか結局足なんかあんま良くないみたいな感じで、試合の前にもう前日にねすでにもう、日本を旅立ったんで、もうスタメンがねすでにちょっとね 1.5 軍みたいな感じだったんですけど、オスナもサンタナもいない状態ですね。まあまあでもしょうがないですよね、それの中でも戦わなきゃいけないんで。まあでも小森くんがねスタメンだったんでね、ちょっと期待したんですけど、まあ小森くんちょっと無安打で今季終了という形だったんでね、ちょっとかわいそうでしたけどね。まあ来年も頑張れよという形ですね。で先発は山野くん3回無失点と、まあまずまず良かったんじゃないでしょうか。相手先発が野村くんですね、野村助、1回無失点とは。でこの日野村助引退試合ということで、まあ1回だけの予定でね、投げたらしいですけど、まあ先制取れそうで取れなかったですね。まあ長岡くんがちゃんとヒット打ったんで、ね、まあその後ちょっと打線が繋がんなかったんでね、得点にならなかったんですけど、まあ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 、そのままずるずると試合が続き、まあ奥川さんがね途中からリリーフとして出たんですけど、まあ2失点してしまったという形ですね。まあまあそれでも今季だけで言うと防御率2点台なんでね、まあ、来年は、状態よくスタートしてくれればね、ローテーション守ってほしいなとは思ってますけど、まあまあ復活してほしいなというところですね、ポジション的には。であとライアンも最後投げたんですけど1失点と。
まあ、なんか最後締まらない感じでしたね。打線はもう並木くんのタイムリーしか見どころなかったんで、残念な感じでしたね。まあまあしょうがないですね。ということで、まあ、シーズン終了、全日程終了して、まあ一応今のところ最下位ですね。で一応明日日曜日に、中日と横浜の最終試合があって、まあ、そこで中日が負けたら一応ヤクルト5位なんですけど、まあ5位も最下位もほぼ変わんないですよね。去年とほぼ一緒なんで、感じ的には。逆に最下位取ってドラフトで有利にするのも作戦の一つかなとはちょっと思いますけどね。まあまあ、のんびり明日は、他球団の試合見て終了ですよ、今シーズン。ね、タイトルとしてはまあ、長岡くんが最多安打取りました。で、サンタナの首位打者がね、残念ながらちょっとオースティンが今日はヒット1本目打って打率を超えた瞬間にもう引き下がったんで、そのまま明日も出ないで終了でしょう。で、オースティンはまあ首位打者を初獲得と、規定打席がそもそも初らしいんでね、いつも怪我してるんで、まあオースティンに最後かっさらわれたという形だったんでね、まあサンタナも帰っちゃったからね、もうしょうがないですよね、どうしようもないんで、来年もね同じぐらい、サンタナ打ってくれると助かりますね。で、宗が2冠ですね、ホームランと打点2冠決まったんで、まあまあタイトル的には長岡くんと村上くんが取ったんでね、まあいいかなと思います。で、全日程終了、143試合、結果ヤクルトは62勝77敗、4負けで借金15フィニッシュでしたね。はい、うん、まあ来年頑張れ、うん、やり返せっていうスローガンだったんですけどね、今年はやり返せませんでした。ということで、まあ来年ね、下手すれば優勝だと思ってます。まあ一応ジンクスありまして、これね気づいちゃいましたよ。神宮のシーズン最終試合で、高津監督が挨拶した時に、最終試合の相手が広島だった時は翌年優勝してます。これ来たね、はい。優勝2連覇した時、前の年の最終戦が全部広島でした。ということは、今年ね最終戦広島だったんでね、来年ヤクルト優勝します。おめでとう、やったね。ということで、まあ来年期待してね、見ていきたいかなと思います。まあそんな感じですね。はい、まあ1年間、本当に楽しませていただきました。まあいろいろありましたけどね、やっぱ塩見の離脱も痛かったし、まあまあそこら辺の総評はまた今度、動画開けるとして、まあ今回は今週のヤクルトということで、最終週を一応復習してみました。はい、ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。